て、はい、さてさて、このタイムスケジュールを教、ね、え、はい、て、今これで、恐れ入ります。ジョイサウンドの勝手にカラオケの方がちょっと終わりまして、はい、次何時から？次はですね、うん、いいよ、3時45分から、ね、3時45分からこちらの方で、はい、何なんだっけ、落葉って書いてあるよ ね。あ、ちょっと僕知ってるよ。あ、知ってますか？落葉のステージがございます、はい、落葉って言っても分かんないでしょう。なんだか分からないよね、はい、ちょっと説明しようね、はい、ちょっと前でね、お願いします。いい、はい、落葉っていうのは、これまた名古屋のプロダクションとしてサンミュージックさんっていうのがあるんですよ。サンミュージックさん、うん、あの芸能プロダクションサンミュージックなのに、なぜか刀を持って、刀、そう、刀を持って、刀を持って皆様の目の前で演技するっていうのが、はい、楽しいネタをやってくれる。面白くね、面白そう。刀を持って、そうそうそう、このステージを使って刀を持ってぐるぐる回ってくれるという。なので、このサンミュージックさん、お姉様、これ前のステージでスピーカーが必要なのかっていうのは聞きたいな。大丈夫かな、これですかね、モニタースピーカーがいるのかなっていうのをね、高さん、高さん、高さん、聞こえとらんね。高さん、モニター必要？モニターない方がいい？モニターが、このモニターはあった方がいいですか？前の方の。ない方が助かりますか？ない方がたくさんで分かりました。前、モニターがちょっと端っこにね、行ってくれると助かるってことですね。分かりました。はい。そうですね。ちょっと危ないですからね。はい、そうそうそう。それぐらいのね、うん、アクションが見れるんですよ。そう。時代劇って見たことある？時代劇はあります。あの時代劇っていうのは木刀といって、はい、鉄のものを見れるんだけども、アルミ箔を、竹にアルミ箔貼ってあるの、はい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 、それで切ったりするんだけど、はい、あれ結構危ないんだよね、え、あれのことが生で見れるんですから皆様。すごいな、私そんなステージでございます。生で見るのは初めてかもしれない。でしょ、その刀をこうね、振り回すの、振り回すの、はい、盾と言います。日本語では盾師とかいうことがあるんですけども、うん、そのステージでございます。落葉のステージが45分だから、あと10分ぐらいで始まりますけども、そうですね、その準備ができてる、できるまでに皆様にご報告とかありがとうとかいろいろ言わなきゃいけないことあるんだよね。一つ目に言いたいことはですね、うん、皆様大丈夫ですか？暑い、飲んでます？水、お茶飲んでるね、熱中症にならないようにたくさん飲んでくださいね。ね、気をつけてください。ね、飲んでもしないもんね、うん。飲んで倒れることないもんね。うん、水だもんでね、汗になって出るだけだもんね。うん、で、倒れて、熱中症に倒れちゃうと救急車ってことになるからね。はい、たくさん飲んでくださいね。はい。そして皆様が持ってらっしゃるパンフレットにはですね、はい、たくさんのあの手羽先サミットでございますので、はい、お店の紹介が載ってます。うん、どんだけお店に乗ってるのって20件以上乗ってるからね。20件以上乗ってました。その手羽先が食べれます。手羽先ってさ、はい、いくらだと思う？値段、多分、多分こういう風に出てくるんだけど、はい、いくらいくらとかあるんだけど、どうだと思う？1本300円とか。1本300円？わかんないわかんない、ごめんなさい。いいよいいよ、1本300円。手羽先というのはですね、実はあの200円ぐらいの、最あのね、いろんな店のによって違うんだけども、はい、一皿に300円で 2,3 本入ってるとかいろいろあるからね、ほんと食べ頃でございます。いい感じに焼いてますから、楽しみでございます、ね、味もいろいろありましたしね。味もあるんですよ、塩味だったり、タレ味だったり、味噌味だったり、いろいろあるので、その手羽先が名古屋、日本か、北海道からも店が来てるの、ね、すごいでしょ。で、九州の方からも来て、店が来て、宮崎とかもありましたよ。そう、宮崎からも来てますからね、うん、その手羽先を食べていただいて、はい、どれが美味しいかなっていうことで投票システムがありますので、はい、ぜひとも投票してみてください、うん、それからね、はい、次のお話です。はい、はい、次はですね、謎解きゲーム。謎解きゲーム知っとる？謎解きゲームは知ってます。謎解きゲームって例えば、はい、どういうやつ？え、なんかあれじゃないですか、何ちょっとなんて言ったらいいの、いいよ、謎謎謎みたいな、謎謎謎、そういう、それがさ、謎謎と謎解きは違うのか。謎謎と謎解き違うんだわ。違うんですか。謎解きゲームをご説明します。はい、謎解きゲームに参加というのがあるんですよ。はい、今回この手羽先サミットでは日本で一番皆様に喜んでいただいている謎解きゲームがございまして、はい、その謎解きゲーム、はい、ここで謎を作ったんですよ。お、謎を作った、謎、わからんでしょう、謎の話が、謎を作った、よく言うと、はい、謎解きで手羽先はどうなってるかって、この紙をもらって、はい、これはどうかな、あっち行ってこれはどうかなってことで、この会場をいろいろ歩くのよ。あ、会場も全部使っても会場一体と、そうそう、会場一体になってまして、その謎解きのゲームのネタがあって、うん、それが
友達がやってもいいし、小さなお友達でもいいし、おじいさんおばあちゃんでもいいし、僕がやっても難しいけど楽しいゲーム。じゃあ私もちょっと挑戦してみようかな。1000円なんですけれども、 そのパンフレット紙をもらって、はい、その紙にもなんか謎が書かれてるの。なんか分からんでしょ。ちょっと燃えてきましたね。おもろいよ、聞いたら本当に面白いからね。その謎解きゲームの方は本部の方でご説明がありますので、うん、本部ですね。なんかディズニーランドで運搬人来たという謎解きゲームやダメ、マジで。その作家がいますかそこに。社長、その謎解き界隈ではすごい。そうなんですよ、そんな人もいますから ね、 いや、ぜひともお願いいたします。それからシュッシュしてね。はい、はい、ね、あの除菌しましょう、うん、皆さん除菌しましょう。消毒してください。マスクもしてますか、大丈夫ですか。マスクもしてます。あ、そうそうそう、皆さんマスクありがとうございま す、 す、ね、間隔も空けていただいて、ね、間隔も空けていただいて本当にありがとうございます。そうなんで、もうつまんないよね、もう、何コロナってって思うんだけど、なったらなったで病院が大忙しだからさ。そうなんですよ。それでコロナは重症じゃないよって人もいるだろうけど、もうお話はいろいろ聞いてるじゃんみんな、はい、ね、なるもんか絶対思ってるよね。絶対ならないようにするためにはみんなの心がけです、はい、安全に楽しめますから、何万人来ても大丈夫な会場でございます。手羽先サミット、はい、第7回でございます。第7回、はい、金山のあの南口の商店街で始まった手羽先サミットでございますが、今回で7回目です。7年目じゃなくて7回目なんですよ。7回目。そうそうそう、そうです、ね、ちょっとね、あの、うん、去年とかあの時にね、やっぱコロナでどうしようかってあったから、それでちょっとね延期とかあったんだけども、うん、今回やってきました、はい、もうなんと今回さ、ね、4回、4日間、4日間ですよ。4日間、すごい。皆様ありがとうございます。4日間も楽しんでいただいて、そう、日にちを分けた方がまたコロナの密にならないから、密がダメだっていうからさ、ね、密にならないようにということでやってますのでお願いします。はい、よろしくお願いします。まだまだあります、お話しすること。まだまだ続いてのお話、チャチャニー、はい、続いてのお話はマンボウ。はい、マンボウ。マンボウ、マンボウって優しい言葉のように気がしますけども、マンボウにならないようにということで、皆様、もう大変申し訳ないですが、お酒飲むとさ、はい、わけわからなくなるじゃん、うん、飲みすぎるとわけわからなくなってコロナがうつりまくるから。そうですね。なのでそれを防止するために、はい、明日から、うん、手羽先サミットではお酒を販売いたしません。しません。今日は飲みますからね。はい、今日までです、皆さん。はい、でお酒は飲めないとか買ってくことはできるから、そこで飲んじゃダメだっていうことあるけど、あそこの目の前のさ日本酒、はい、はいはいはい、ありますね。あのさ日本酒がすごいよ。皆様、お父さんお母さん、日本酒のそこにあるんですけど、そこ行ってこんにちはって言って日本酒の味見たいんだけどっていう、見せてくれて、ちょっと小さなティーカップに入れてくれるのよ。味、日本酒の味が楽しめるの。本当にそんな試し飲みみたいなことができるんですか。そうなのよ、試し飲みで日本酒を、この味がいいですか、この味がいいですかって、ちょっと濃いやつですよね、これは濃いですねっていろいろお話ができますので、すごい、それお酒好きの方にとってはたまらないですね。で、あの量もお酒好きでちょっと味だけ見るだけなので、うんうんうん、たくさんなくても大さじ1杯とか大さじ2杯とかいろいろ調整ができるので、はい、実は私4杯飲みました。もういっちゃってるんですか。今日飲んでるけどもうのけています。お酒は美味しい。というわけで、うん、日本酒の方も飲みますし、水の方もたくさんありますしね、はい、なんだかもうたくさん手羽先食べると、サミットだから、うん、手羽先食べて行っていかなきゃね。はい、そう、手羽先食べて食べましょうね。もしっかりして楽しんでください。ありがとうございます、はい、お写真ありがとうございます。さあ手羽先サミットやってますよ、はい、あと何分あるんだ。打ち合わせ終わってる5分くらい、まだ5分くらい、うん、まだ大丈夫だね、まだ話せるよね。まだ話せますね。まだまだ話せるよ。まだまだいけます。話し好きでしょう。話し好きです。もう一度自己紹介しよう。じゃあ、はい、お願いします。自己紹介させていただきます。神戸から来ました、はい、第48期サンテレビガールズの小泉優里と申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。何ちょっとどういうことこの拍手嬉しいですね。嬉しいでしょ。本当に嬉しい。うわすごいね。本当いいね。本当いいね。いや、皆さんなんか僕が拍手っていう前に皆さんが何気なく拍手してるもん、もうありがとうございます。性格だね、気持ちだよね。そういう心って伝わるからさ、はい、この後この舞台の上で話してる、はい、あの人こういう風だな、あの人こういう人格じゃないかなっていうことで頑張れよって気持ちが熱い拍手になるんだよ。嬉しいね。名前を教えてもう一回。はい、小泉ゆうりと申します。小泉ゆうりちゃん、はい、ゆうりちゃんは聞いてもいいのね、年とか聞いた方がいいのか、何聞いたらいいんだろうな。23歳です。若っ。97年生まれなの。え、何年生まれ。97年。1997年、はい、1997年ドラマ何が撮ったんだろうね。ドラマ
僕なんか公演見て1966年よ。66年、1966年生まれですから55歳ですよ。あ、見えない。あ、ありがとう、すいません。いや、いや大丈夫です。いや、55って言ってもなんかね、年っていうのは変わらないね。アンポンタンのものだもん、スカポンタンのもん、クリクリパーだけど、全然そういう風でもね、皆様と楽しい時間を過ごせるからね。へえ、23歳、え、これからどうしていきたいの。これからどうして、例えばそうだな、でもこうやってステージの司会とかさせてもらえるのは本当に楽しいので、うん、はい、どん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 あの MC としての腕を磨いていきたいなと、はい、本当ね、今日大ベテランの大先輩の方々たくさんいるので、お勉強させていただきたいなと思ってます。すごい。だから、あの、その、神戸のテレビ局の何だっけ、サンテレビです。サンテレビさん、はい、サンテレビさんのイベントで出てるわけでしょ。イベント出てました。へえ、サンテレビさんのイベントがあった時に喋るってことですね。出てました。サンテレビさんって何やってる会社。普通のどっか日テレ系とか、あのテレ朝系とかあるじゃないですか、フジテレ系とか。独立局です。独立局、はい、へえ。なので本当そのサンテレビならではのユニークな結構ね、はい、まあ阪神タイガースの応援だったりとか、はい、釣り番組とか、ほう、あとはアニメとかにも強いのかな。へえ、いろんなユニークなあの番組たくさん放映してます。見たいね。あ、見たいですか。名古屋でも見れるのかな。名古屋はね、なんか今だとネットが進化してるから見れたりするかもね。そうです、 YouTube とかはなんかちょっと、はい、あのニュースとかやってたりしたりするので。サンテレビのニュースも見れますからね、どうぞご覧くださいませ。もしかしたら YouTube で、私 YouTube でも見れます、サンテレビさんとか。あ、今さ、これ今僕たちが喋ってる言葉っていうのは YouTube で、そう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 、あのカメラ、ね、ライブ配信中なリアルタイムですよ皆さん。ライブ配信でリアルタイムで、はい、歌った、さっき歌ったもん。歌いました。誰が見とるかわからないよね、 ね、 YouTube のやつは。母も見てるかもしれない。あ、そうかもしれない。そういうわけで、YouTube でライブ配信をしてますので、はい、今回手羽先サミットって検索して何かなってピピっていくと、ずっとこの映像が流れてるという。はい、そうなんです。なんか嬉しいね、うん、楽しいね、うん、生配信って。向こうのあれですよね、飲食ブースの前の。あ、そう、ところでも、あの皆様飲食をされてます、椅子に座って見れるところもあるから、そこで見ると横にトラックがあります、うん、トラック TV っていうのが、はい、トラックのテレビの方でも私の方が映ってます。よろしくお願いいたします。トラック TV もあるんだけど、はい、もう一個普段はですね、はい、こちらのステージじゃなくてもう一個ステージがあったの、向こうに。おお、向こうあるね、あのテレビ塔に近い方の広場、はい、あちらの方では時間がね、確か200円だったかな、あのお金を払っていただくと座って、うん、ゆうやみにあのたんちゃんとあの、ね、屋根もあってね、そういうところ座って見れますからね、うん、あの食べたりそういうところで時間をゆっくりできますので、そういう場所もあるという、はい、そんなところお祭りなのにそんなこともできるんだよ、ね、いいね、すごいですよ。楽しめますのでよろしくお願いいたします。さあどうでしょうか、お時間はなんとね、あと時計を見よう、あと2分ぐらいですかね、2分でいけるかな、3枚できてるかな、うん、いけるかな、落葉のステージですよ、ね、ちょっと落葉いけそう、ね、刀の方ちらっと見えますけど、見えるでしょう、はい、刀だからあんな格好してるからはいはいとか言えないもんね私たちの声が届いてるか分かりませんけどもサンミュージックさんの落葉のステージが間もなく開演となります。ちょっと期待して、役者さんはいろいろ仕事があって舞台とかあとテレビの方にも出ていらっしゃる方々もいらっしゃるし、はい、そういう方々がここの皆さんの目の前で切ったりなんかあるわけよ、目の前で盾を披露ということです、ね、そうなんですよ、できますのでぜひともご覧いただければと思います、うん、お時間ということで行きますよと言いたいんだけども、まだかな、まだ打ち合わせしてますね、行けそうですね、うん、いやあったかいけど大丈夫、これで終わったら私は、うん、あのまずお水飲もう、はい、そうですね、飲もう、お水飲んでみんなの熱中症にならない気をつけましょう。で、私気をつけることなんかある、気合は、そうですね、気をつけること、今日は今日これで終わり、私はこれがラストです、これがマイクを持ってお話をすることラスト、はい、ラストです。で、先ほどあの歌った葵ちゃんとバトンタッチするので、なるほど、そうなんです。じゃあ皆様に、会場の皆様に対して何か一言、今日は本当に楽しかったです。なんかもう予想外に歌って、明日もいるの、明日もいないんです、明日はちょっと一旦神戸の方に戻るので、明後日は、明後日はまた戻ってきますのでまたよろしくお願いします。ありがとうございました。いや本当だ、いやそうは皆さんが、あ、そっかそっかって納得していただいてるもんありがとうございます、いやそっかそっかって優しい皆さん、いやありがとうございます、私手羽先サミット、最終日までいます。皆様の健康を見ながら、ね、お熱を測りながらうおうしてますの で、 そうですね、会場内でとにかくですね、皆様にお熱がある人がいたら39度とかあったら帰ってと言います、すいませんご帰宅くださいと、
もしかしてコロナかもしれないし、お熱があったら帰った方がいいよ ね、 ね、こういうところで遊んでる場合じゃないもんね、家でゆっくり休んだ方がいい、楽しんでいただけると思いますので、さあ、あったかいステージが皆さん落葉の方をドキドキで待ってるんだろうけども、私もドキドキしてます。私もドキドキですよ。いけるかな、まだいける、いけない、いける、いけないということで、ここで申し上げることがあります。さすがにこんなに暑い時にイベントってないから、もうマシンの方が機嫌が上がったり下がったりしてますから、やっと機嫌が戻ったみたいです。あ、よかった。それでは大きな拍手お願いします。落葉のステージです。拍手。東西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 、皆さん本当にね、この暑い中、世界手羽先サミットにお越しくださいまして誠にありがとうございます。今からですね、こちらのステージでお芝居を務めさせていただくのは、私たち旅芸人一座、旅芸人一座の落葉と申します。どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。ありがとうございます。ただですね、ちょっとこの落葉の今からお芝居をお見せするんですけども、少しお願い事がございます。その1、1つ目はですね、皆さんせっかくこれ生のステージですので、皆さんの目で直接見ていただきたいと思っておりますので、できれば写真撮影や動画撮影はお断りいたしておりますので、よろしくお願いいたします。そして2つ目、本当はですね、これものすごく面白いシーンがあるんです。わっはっはーって笑っていただきたいんですけれども、今笑うとちょっと飛沫やなんかでコロナに皆さん感染してしまうと危ないですもんね。ですので、そんな時は思いっきりバーッと拍手をお願いいたします。何しろですね、この私ら役者はですね、三度の飯よりも拍手が大好きな人種でございまして、あの死んだ役者の前でお葬式の時にこう拍手をバーってすると、その死んでしまった役者が生き返ったというそんな逸話があるぐらいでございますからね、皆さんどうぞ楽しんでいってください。それでは間もなく落葉の、そうだが、懐のものを渡してもらおうか。もし断ったら、お命頂戴いたす。それは困る。マイクを置いていいか。仏門御法羅蜜多心経観自在菩薩行深般若波羅蜜多心経。ああ、どうやら私死んでしまったみたいですね。じゃあちょっとあれをつけんといかんですね。ちょっとお待ちください。いやー、もう皆さんに私の正体が分かってしまいましたね。そう、忍者なんです。旅芸人に扮して殿様からことずかった巻物をある場所に運んでおる途中でした。ですが私の不注意で巻物を風魔を名乗る者に奪われてしまいました。しかし、くのいちあずさならば
きっと巻物を奪い返してくれると思います。おそらくくのいちあずさは夜になるのを待って敵地に潜入すると思われます。皆さんでは夜の真夜中一寸先も見えない状況でくのいちあずさは一体どのようにして敵を倒し巻物を奪うのか、皆さんその目でとくとご覧ください。ああ今もこうこうとねお日様が出ておりますけど、今から真夜中です、真っ暗闇だと思って見てください。ではお願いします。いやいやいや、さすがくのいちあずさん、見事な技ですね。もともとですね、皆さん、忍者の多くは農民だと言われております。ですので農民が稲を刈るときに使っていたあの鎌をあのようにして使っていたのではないかとも言われているんですね。そして時にはその鎌を手裏剣のようにしてシュワッと投げていたそうです。これ忍者で言えばやはり手裏剣ですよね。
その忍者の使っていた手裏剣はたとえ相手に当たらなくても相手を倒すことができるように手裏剣の刃に毒が打ってあったと言われています。ではそんな手裏剣を持った忍者と相対した時、忍者は一体どのようにして手裏剣を攻略したのか、それはまた久能一あずさのご活躍を見てください。ではどうぞ。私も安心して成仏してあの世へ行けるということでございます。はい、それでは皆さん、落葉のお芝居を見てご覧いただきまして誠にありがとうございます。ではただいまよりメンバー紹介をしたいと思います。まずは忍者修之助、続いて手裏剣拓磨、そして落葉エース高一点の黒市あずさ、そして私は聖三郎でございました。ありがとうございます。ありがとうございます。我々はサンミュージック名古屋忍者アクションユニット落葉修之助。さあ改めて落葉の皆さんに大きな拍手をお送りください。なかなか迫力のあるステージでございました、はい、さあここからの司会は高瀬秀武さんと、小泉ゆりちゃんに代わりまして、私手羽先 MC の大大ですけど第48期サンテレビガールズの中村葵です。よろしくお願いします。さあ、ね、次の素敵なバンドがちょっと準備があるということで、はい、いろいろお話をしていきたいなと思うんですけども、はい、もう今日ようやく、ね、はい、MC で一緒になりますけども、はい、MC で一緒になる前になんかカラオケのね、勝手にカラオケで歌ってましたけど、聞いてました、聞いてた方います、はい、いますね。ありがとうございます。お上手でしたね、なんか練習してました、してました、ちょっとしてました、ね、上手ですよね、ね、本当に。でもなんか明日でしたっけ、はい、なんか歌われるんですよね。そうなんです、明日と明後日に岡山から来られます福江玄太さんと、うん、ギタリストの方と一緒に楽曲を、曲をやらせていただくので、お時間ありましたらぜひ来てください、はい、さあ明日の19時半からですか、ね、19時半、はい、19時半からステージがありますのでね、福江玄太さんと一緒に中村葵さんがこのステージで、ね、歌っていただけるということで、めちゃくちゃ練習したんじゃないですか。いやでも結構週に1回は練習してました、うん、ボイストレーニングに通って、うん、あとお風呂で、あの全裸で練習してましたそこのくだりいいんですか全裸でっていうのね。ああなるほどなるほど、はい、でもなんかインスタグラムとかね、こう見させていただくとね、はい、もう本当に本気でこうやるんだぞみたいなね、はい、
でも手羽先サミットで歌うんだぞっていうそういう雰囲気は出てましたけども、嬉しいです。もともと歌うのが好きだったんですか？そうですね、結構あの、うん、ミュージカルごっことか一人で一人でやってる痛いやつです、私。あ、本当ですか？いやいやいや、でもね、あの、はい、第48期サンテレビガールズということで、はいはい、ね、中村葵さんと先ほどね MC やっていただきました小泉優里さんと、はい、お二人がねサンテレビガールズで今回は手羽先サミット2021の、ね、公式アンバサダーに就任していただきました。ありがとうございます。はい、ね、もうね、まゆみさんにちょっと飽き飽きしてたんですよ。あれいないですか、まゆみさん。聞いてないかな、聞いてないか、大丈夫かな、大丈夫かな、ね、一応ね、まあ、YouTube でもねライブ配信してますんでね、あのかなりの方が見てらっしゃるということで、ぜひとも皆さんよろしくお願いします。中村葵さんです、よろしくお願いします。お願いします。さあ中村葵さん、はい、手羽先サミット2021、まあ、昨日、ね、初日から来ていただきましたけど何か食べました？はい、食べました。唐揚げと、うん、手羽先からいきましょうか。そう、手羽先なんで唐揚げからいっちゃダメですね。なんか天然天然とは聞いてましたけど、なんかあのまさかまさかの唐揚げから出てるとは思わなかったですけど、うん、これからねたくさんの4日間いますので、うん、食べていこうと思います。なるほど、はい、じゃあ今日はね、20店舗ぐらい食べていただいて、はい、明日はもうべちゃくちゃ喋れるようにしていただきたいなと思いますけどね、はい、もう肝心なあの手羽先を食べていただきたいなと思うんですけどもね、はい、とにかく唐揚げもねサイドメニューであったりしますし、はい、美味しいですよね。そうですよね。でスイーツもあるしということで、でこのね手羽先サミット会場入っていただきますと、もうコロナ対策されてるんですけど、はい、気づきました？なんかシャワーみたいなものが入り口にありました。そうなんですよ、あれマイオックスゲートって言いまして、はい、マイオックスウイルスバスターウォーターというものがあります。これはねペンタゴン、はい、ね、アメリカの国防省が許可を取って、はい、まあ、承認された素晴らしいこのスプレー型のねゲートがあるんですけども、はい、こちらねあの水と塩だけで使われている、はい、要は、特殊電解水というものなんですけども、はい、まあ、これは全日本水泳連盟にも、まあ、要は承認いただいてまして、はい、まあ、オリンピックで使われているあのプールも、あ、はい、あのマイオックスを使われてますんで、じゃあ海の水ですか？海の水ではないです。えらい天然な話しますね。ね、あの 塩とね、塩とお塩と水を特殊分解してそこから生成されたものがマイオックスウォーターというものです。マイオックスウイルスバスターウォーターというものになります。すごい水なんですね。そうなんです。ね、ぜひともあの中村葵さん後でまたね通って、はい、先ほども通っていただきましたけどまた通っていただいて、はい、で今日はその社長さんも来てますんでね、まあ、じっくりとお話をしていただきたいなと思います。はい、まあ、とにかく、まあ、この会場たくさんの方がいらっしゃいますからソーシャルディスタンス保っていただいてマスクをねできるだけしていただいて、できるだけっていうか、まあ、飲食以外はね必ずしていただきたいと思います。まあ、その他にもね手洗いうがいそしてアルコール消毒もしっかりしていただきたいと思います。はい、さあ中村葵さん、はい、何か聞きたいことないですか？初めてステージでなんか緊張してますけど、はい、さっきも散々歌ってんだからね、なんか聞きたいことないですか？めっちゃ緊張してますけど、はいはい、あの私名古屋にあんまり来たことがなくて、あら名古屋弁でちょっと会話してみたいです。な、勉強してきたんですか？ね、なんかね名古屋の人がね名古屋弁で話すことってあんまりないですよね。何々しとるがとかね、 あんまりないですか？そうだから、ね、でもね、はい、中村葵ちゃんにこう名古屋の人しかわからない、まあ、ある言葉があります。はい、これは何でしょうということだけお伝えしますね。はい、はい、じゃあ中村葵ちゃんはどこ出身ですか？私は兵庫県の神戸市です。そうですね、兵庫県の神戸市出身ということで、はい、名古屋人にしかわからない言葉があります。さあこの言葉は何でしょう？蹴った。蹴った。蹴った、何でしょうか？蹴った、何か蹴った。そう、お母さん、お母さんそれわかる、お母さん名古屋人だからね。そう、兵庫県の人が大体わからんんですよね、何言っとるがみたいな感じなんですけど、蹴ったですよ、蹴った。何だと思います？蹴った、蹴った。それ普通なんでね。蹴った。そうそう。ある、ある乗り物でございます。え？ね。蹴った。バイク。あ、惜しい。バイクに近い。電動機付き自転車。違います。ね、ちょっと。あれ？枠組みがね。もう少し。自転車。そうです、正解です。蹴った。そうなんです。勉強になりました。もう一番最初のお母さんが分かったって言って、ね、名古屋人だから知っとるからね。ねえ、まあ、でもねエビフリアって言わないんですよ本当は。そうなんですか？そうなんですよ。だからね、まあ、皆さんあのいろいろ名古屋弁ね使う機会がどん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 少なくなってきてますからね、まあ、はい、名古屋弁使う市長がね、まあ、いろいろありましたけども、はい、まあ、そこは置いといてということで、
ねえ、そうなんですよ。だから名古屋に来ることがなかなかないかもしれないですけど、まあ、またこのね、はい、手羽先サミット通じて好きになっていただけたら嬉しいなと思います、はい、なんか食べてみたい食べ物とかあります？名古屋の手羽先はもちろんなんですけど、うん、味噌カツ、あ、味噌カツいいですね。味噌カツ、きしめん、うん、味噌煮込みうどん、うん、ヤバトン、ヤバトン、そう、ヤバトン味噌、そう、あれ味噌カツですかね。いや、食べたいです。なるほど、天むすとかね、はい、あ、天むす、いいですね。そう、天むすも美味しいですよ、うん、ね、さあ、徐々に、はい、そう、バンドの方の、ちょっと前の方行きましょうかね、はい、はい、お邪魔になるといけませんから。あと、あの、インターネットで見たんですけど、はいはい、アイスコーヒーの上に、ブワーってホイップクリームが乗ってるウインナーコーヒーが有名らしくて、はい、皆さん、飲んだことありますか？ご存知ですか？ありますよね。あれ、なんていう名前なんですか？ウインナーコーヒーですか？ウインナーコーヒーですよ、はい、すごい。あとあれちょっと近いです近いです、近いですね、ありがとうございます。ドバイの方からな、ドバイの方ですね、はい、ありがとうございます。日本いいですねありがとうございます。で、一般の方ではないんですよ、ね、実はあの手羽先サミットの発起人でありますからね、あの編出者ではないことだけお伝えしておきますありがとうございます。で、あとは小倉トーストとか、あ、いいですね。そうですよ、モーニングが有名ですよね。モーニング、朝から小倉トースト、そうそう、モーニングですよ。だからね、あのコーヒー頼んだだけでもトーストとかね、はい、サラダとか、はい、ゆで卵とかついてきますから、いいですね、うん、もう余裕のある朝を送ってみたいです余裕ないんですか？ないです、いつもいつもいつもあの出るギリギリまで寝ちゃって、うん、なのでちょっともうコーヒー飲みながら、ちょっと新聞読みながら小倉トースト食べてみたいです。絶対新聞読まないでしょいやいや、もう形から入る、形から入る、はい、なるほどでもね、あのちょっとサンテレビの関係者の、ね、方に聞きましたけども、はい、あの中村葵ちゃんと絡むとですね、なんかあの天然なんですっていうことで事前に聞いてますけど、ご自身ではちょっとその自覚症状はあるんですか？全くないです。ないもうなんかもう天然中の天然ですからって言われいじってくださいって言われましたけど。違います。え、私の今年の抱負が知的になること、はい、頭良くなりたいんですよ。なるほど。なので七夕の短冊に頭良くなりたいって書きました。あ、そうですか、はい、お疲れ様です何でですか何ですか、まあね、あの本当にまだまだね、まあ、はい、お若いですから、ね、お年は聞きませんけども、はい、はい、ね、あのゆりちゃんと近いのかな。はい、ゆりちゃんの1個年下です。私は、あ、年下、22? 23です。23になる、はい、わあ、若いですね。すごい、一回り違うんだ。じゃあ一回り以上違います。おいくつですか？僕37歳なんで、見えないです。そうなんですよ、だから危ないですね。もうちょっとしたらもう犯罪になっちゃうんでね。よかったです、危なかったです。でも23歳いいですね。これからまだまだこう伸び盛りじゃないですか。いや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 、だ第48期ですよ、サンテレビガールズですよ、はい、これなんか選ばれる基準あったんですか？基本的にオーディションで選んでいただいたんですけど。あ、本当です？お金出して、違う、100万円ぐらい出してこう選んでくださいとかじゃない？歌ったり踊ったり、はいはい、オーディションでめちゃくちゃ緊張してる中、バームクーヘンの食レポして、あ、すごいですね。口の中の水分がなくなりましたで、喋れなかった喋れなかった。すごいですね。その時なんか、じゃあ歌とダンスと食レポが、はい、これが一応審査基準になってた、はい、ということですね。とか、まあ、自己紹介だったりとか、うん、質疑応答とかして決まってました。なるほど、はい、ちなみにその時歌った歌はサンテレビガールズのテーマソングっていうものがあって、あるんですね。その歌を歌いましたね、その時は。なるほど。で、ダンスは？ダンスも、ダンスこうですか？テーマソングでは、これ井森さんみたいな。なんですか？違う。そのテーマソングのダンスに合わせて振り付けをやりました。なるほど、なるほど。はい、まあそういった経緯があって、はい、第48期サンテレビガールズに就任したということで、はい、まあその時ね、もうたくさんいろんな経験したと思いますけど、何かこういう思い出があるっていうのあります？そうですね、やっぱりあの当時大学1年生だったんですけれども、はい、やっぱ高校生からあの上がったばかりで大学1年生で、うん、そのテレビの取材とかで行くご飯屋さんが、うん、とても大学1年生では行けないような、なるほど、ちょっとめちゃくちゃ美味しいお肉とか、うん、そういったものを食べられたのがちょっと食い地張ってるんですけど、めちゃくちゃ良かったです、うん、だって普通学生さんってね、本当安くてね、はい、美味しいとこばっかり行くじゃないですか。そうそうそう。でもやっぱテレビ局の方にね、はい、やっぱお仕事が増えてくると、はい、やっぱそういったいいお店にね、はい、
出向くことがあるから。そうなんですよ、舌超えてるんじゃないですか。舌が超えてないです。私あの味音痴なんで新米って言われない。アウトじゃないですか。アウトでも元も子もない話じゃないですか。味音痴って。そうなんですよ。いやでもこうご自身でも料理作るんですか。作ります、作ります。でも味音痴ですからね、ちょっと心配ですけども。一回あのご飯3合炊きの炊飯器に5合のお米を入れて、はい、なんか入れるかなと思って今5合って言いましたけど、マジで5合入れた人いるんだ。で 水3合までしか入れないんですけども、うん、ギリギリまで入れて炊いたら、うん、もうピラフのお米というか、もうピラフのお米、食品サンプルみたいなお米が出来上がりました。なるほど。どう思います、はい、そういう女性どう思いますね。えそう、レイレイさんのファンでしょ、ね、どう思いますこういう女性。難しいですよね料理、難しいですよね。でも3合だけのねお釜に5合入れます。入れないでしょ。いやそういうこともそうやってさ、やっぱテレビにさちょっと出てる人って盛り癖あるからさ、さほんと持ってんちゃおうかなと思いますけど。あ、写真じゃあ後で。写真はいりません、はい、写真はいりません。まだその5合だけの中わどこの部分か分かんないよ、写真いらないから。いやでもサンテレビガールズでいろんな経験をしてきて、はい、で今日はねまたゆりちゃんと一緒に、はい、ねこういった現場に来ることができてね、はい、よかったですよね。いや本当によかったです ね本当は6月にね、はい、開催する予定だったんですけどもね、2ヶ月延長して、はい、ねもう昨日からスタートですけども、はい、もう本当は今日なんか雨が降るとかね。そうですね、ちょっと雲が、そういう予定だったんですけどもね、まあ今日も明日もなんとか耐え抜いて、はい、まあ9日の月曜日ぐらいがちょっと怪しいかなという、ところみたいなんですけども。とんでもない晴れ男ですか。いや僕晴れ男ですよ。基本的にあの、はい、手羽先サミット実行委員会は、はい、なんとかこの晴れ男晴れ女で収まってますから。あすごいすごい、じゃあもうそのパワーですね。そうなんですよ、はい、だからね本当は6月にやるんですよいつも手羽先サミットって、はいはい、でこの手羽先サミットが6月にやるのにもかかわらず、はい、梅雨の時期ですよ。あそうですよね。そう梅雨の時期でも雨降らないんですよイベントやる時だけ、すごくないですか。いやすごいね、とんでもない晴れ女と晴れ男さんが。そうなんですよ。でもし降ったら、はい、葵ちゃんのせいですよ。葵ちゃんが雨女ですから。雨女なんですよ。なんかちょっと喋り出したらちょっと雲行き怪しくなってきましたからね。ごめんなさい。葵ちゃんがちょっと怖くなりましたけども。天気の子呼びたいですね今。天気の子ね。今から晴れるよ。ねえ、ちょっと知ってる人があんまりなかったみたいですけども。あちょっと失礼いたしました。失礼いたしましたねえ、はい、ということでね。さあまだまだちょっと準備の方がねちょっと時間かかってるということなんでいろいろ話していきたいなと思います、はい、さああの手羽先サミットのこといろいろ調べてきました。あ調べてきました。じゃあ今回の出店店舗って何店舗か知ってます。1,2,3,4 おい忘れましたアンバサダーアンバサダー忘れちゃいました。教えてください。ですね、投票店舗が20店舗そして殿堂入り店舗が4店舗で24店舗がこの手羽先サミットの手羽先のコーナーに24店舗ございます、はい、たくさんある、はい、たくさんありますよ、はい、なのでね、まあ、残り3日間ですから、まあ、1日8本食べていただいてなんとか追いついていただきたいなと。そうですね、そうですよ。なのでもうこの会場にいる皆さん、はい、手羽先を食べたら手羽先の引き換え券、投票引き換え券をいただけますんで、こちらの引き換え券を持って本部の方に行っていただきますと、はい、投票できるようになってますからね。で、はい、1人1日1票です。なので、まあ、残り、まあ、今日含めても3日ですからね。今日含めてもまあ2日しか。だから今日1、2、2、3、3回ですね。3票、はい、投票できますから1人ね、はい。ぜひとも皆さん投票していただきたいと思います。もちろん中村葵ちゃんも投票してくださいね。はい、投票します。はい、たくさん食べて、うん、はい。まず何食べるんでしたっけ？唐揚げ食べます。唐揚げじゃないですよ。ね、手羽先ですからね、はい。手羽先食べます。そうなんですよ。はい、で今回は北は北海道、南は九州、四国が初参戦ということで、はいね、シンプルな味付けからね、変わり種の美味しい手羽先が集まっています。うん。もうよだれ出てきました今。本当ですか？はい。嬉しいですね。まあ、その他にもやっぱり手羽先といったらなんか飲みたいものありますよね。ビールです。ビールですよね。ビールが飲みたい。そうですよ。で今回ねこの手羽先サミットスポンサーはどこのスポンサーでしょうか。はい、アサヒビールさんです。正解です。危ないな。違うとこ言うとアウトでしたから。もうここ、まあ、今カットカットだった。危ない危ない。よかったよかった。そうです、はい、ね、アサヒスーパードライ、はい、皆さんね楽しんでいただいていると思います。もうねものすごいね売れ行きですから毎年毎年ね、朝日さん合いますもんね。手羽先とビールは合います、合います、うん、もうどんどんね進んじゃいますし、はい、でその他にも
あの日本盛りさんって言ってね、はい、でこちらの方にも日本酒を取り揃えています。はい、おー、はい、日本酒いいですね。でなんかね、さあちょっと準備の方が入っているということで、はい、ちょっと移動しましょうか。はい、よろしくお願いします。
はい、ということで皆さんお待たせしました。名古屋で一番長いを押すビジュアル系バンドレイレイと言います。よろしくお願いします。かなり戸惑いましたけども、久々の野外ライブ、皆さん、暑いんで水分補給しながら、俺も水分しっかりとりますんで、あとはソーシャルディスタンス守りながらみんなで楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。初めましての方も多いと思うんで、俺たちの自己紹介をしていきたいと思います。僕たち、今最初に言ったように名古屋で一番名古屋を推すビジュアル系バンドという、地元名古屋を生まれも育ちも名古屋のメンバーで、結成した、地元名古屋を愛するバンドとなっております。なかなか今ビジュアル系バンドっていうバンドをこう表舞台でこういう太陽の下で見ることないと思うんですけども、もうぜひ今日は、手羽先サミットにご来場いただいた、ビジュアル系初めましての皆さんも楽しめる曲を、多数用意しております。俺たちが届ける曲は名古屋推しの名古屋ソングばっかりなんで、名古屋を愛する気持ちがあれば皆さん楽しんでいけると思いますので、もし楽しいと思ったら手拍子でもいいし、俺がこう手を振ったら一緒に手を振ってくれてもいいし、みんなで楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。それでは、それでは皆さんお待たせしました。1曲目は、レイレイの、代表曲 NGY という曲を、歌いますので、皆さんよかったら一緒にね手振ったりとかして乗ってください。それでは聴いてください。 NGY。
悪いこと、あの宣伝聞きますよ、まあ、こんな感じで名古屋推しの楽曲を届けていくんですけども、本当に大丈夫そうだね。めっちゃ飛んでくださいこれ。オッケーオッケーオッケー、手だけのマークです。はい、でサビの途中でですね、いくつもおお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 っていうのがあるんで、皆さん3代目ジェイソルブラザーズっぽい、あのやったらここでまずジェイソルブラザーズっぽい格好をしながら、指はね手羽先の形を作ってください。このここで手羽先の形を作って、おお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 おって腰をね揺らしてください。で俺がその後ですね、2番の終わりにノリを組んでる前に走れって言ったら、皆さん今のポーズを作って、その場でフューチャーカムビリーバフーフー、フューチャーカムビリーバフーフーっていうのを繰り返しやってください。分かった人拍手。 OK、 いきますよ。それでは次の曲を皆さん聴いてください。クライマックスシティ名古屋。
We'll be right back.
ライラブを高かった。ナゴパワー、ナゴパワーは次回にしましょうね。来年も手羽先さん見て、めちゃめちゃ社長これ来ると思ったら僕かぶってきたからあ、ちょっと僕らのが名古屋感なかったですね。そう、いやいや、よかったよかった。もう最高でした。ありがとうございます。もうね、初めてね、VK のバンドを見た方は多分もうファンになったと思いますよ。あ、じゃあもうライブハウスパンパンに埋まっちゃいますよ。そうそう、俺さファンになった方拍手ありがとうございます。行ったな、みんな本当だぞ、約束するよ俺となんか近々ライブありますか？あ、そうですね、僕らちょっと遠いんですけども、一番今、力入れようとしている12月14日に名古屋のエレクトリックレディーランドというね、大きなライブハウスあるんですけども、そこでですね、なんと無料ワンマンライブを行います。拍手。無料で？そうなんですよ、ドリンク代だけ持ってこれば入れちゃうっていうね。なるほど。まあ、キャパはどれくらいなんですか？キャパ、そうですね、あ、今でもキャパ制限とかあるんで、まあ、そうです、150か200弱ぐらいになるんですかね。じゃあここにいる人は全員入れるので、よろしくお願いします。そうですね、皆さんよろしくお願いします。他に何か告知事項はないからありますか？告知事項はまあそうです、とりあえずツイッターフォローしてください。そこから皆さんとのね、こう関係が始まるということで、距離を近く、そうですね、保っていきたいなということですね。はい、そうですね。ブログの方は、はい、ブログはそうですね、やってないんでツイッターですね。はい、ツイッターのみということで、はい、そうですね、はい、ぜひとも、ね、フォローの方よろしくお願いします。レイレイの皆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ね、なんかもっと1時間ぐらい聞きたかったですけども、ありがとうございました。いや、盛り上がったね。いや、素晴らしかったです。ありがとうございま す, あ、そうっす、ね、さあ、葵ちゃんの方も準備の方をしていただきたいなと思います。さあ、名古屋でね、一番名古屋を押す、ね、VK バンド素晴らしかったです。ありがとうございました。ね、もういろんなご当地アイドルとかいろんなタレントさん来てくださってますけども、はい、またまた素敵な方がこの後登場するんですよね。はい、はい、続いては明治偉人隊の皆さんが登場してくださいます。はい、なんとこの人たち、この方たちは、この人たちはちょっとめっちゃ失礼な、天然が出ました、ちょっと失礼なこいつたちが失礼いたしました。メンバーのお名前が偉人の方なんですね。そうなんです。はい、樋口、まあ、ちなみに明治村って知ってます？明治村、名古屋にある、あの、そうなんです、名古屋にある、あのですよ、映画のですよね、映画の舞台みたいなそうです、テーマパークがあるんです。はい、はい、そこのなんと、はい、そこの PR、そこなんです、そこでデビューされたそうで、はい、お名前が樋口一葉、はい、夏目漱石、はい、福沢諭吉、はい、滝蓮太郎、はい、松井須磨子の5人の偉人の方が、はい、 これ、うん、はい、これがね、見た、今ちょっと楽屋見たらさ、はい、美男美女なわけですよ。そうですよね、昨日も見させていただいて、うん、はい、見てた？見てました。ね、なんかもう、はい、ね、目がもう乙女だったもんね。はい、ね、まあ、葵ちゃん乙女です、ね、ダメですよ、もうこれ以上見たらね。はい、ちょっと危ないですか、ね、心臓ドキッてします ね気をつけてください。はい、ね、気をつけます。はい、ということで、はい、さあ、それでは呼び込みの方お願いします。はい、それではお願いします。
ました。申し訳ございません。博物館明治村からやってまいりました。明治偉人隊日本初の歌う女優松井すま子と申します。よろしくどうぞ。ありがとうありがとう。さあ皆様、手羽先サミット2021、手羽先食べましたか？ありがとうございます。これからもどんどん食べていただきたいんでございますけれども、我々実際今から歌って踊ってのショーを行います。ぜひ皆様にも盛り上げていただきたいなと思っているんでございますけれども、今から手拍子と拍手の練習をしようかなと思いまして、それでは私日本初の歌う女優歌ってまいりますので、皆様手拍子よろしくどうぞ。明治時代に生まれましたあのとっても有名な童謡浦島太郎でまいりますわよ。はい、お手を拝借。1、2、3。はい。昔昔浦島は助けた亀に連れられて竜宮城へ行ってみれば絵にも描けない美しさ。あじゃあ拍手よー。あ、素晴らしいでございます。そのように本番も盛り上げていただけると嬉しいでございます。それでは明治偉人隊手羽先サミットステージショーの始まりです。皆様、真似して踊ってくださいまし。はい、パン、はい、グッ、こうさして、ドンドンドン、パン、グッ、こうさして、ドンドンドン、お上手、はい、グッ、はい、こうさして、ドンドンドン。それでは、張り切ってまいりましょう。世界の大国がやってきた、ね、一エンゲレスメリケン、恐ろしや、ね、ちょんまげ言ってる場合じゃない、黒ずめないほうとんどん、うちわで揉めてる場合じゃない、隣の深刻もやばい。世界地図を見てみたら、めいち日本ってなんて小さいの、めいち世界の大国日本は小国、勝てるわけがない。そこで立ち上がるグレイテストマン、この国を守れ、世界と肩を並べ、古い衣を脱ぎ捨てて、生きるために変われ、飲み込まれる前に変われ、愛する人のために変わり続けろ。ならば大老となれ、書をやるならば大将となれ、学問をするなら大いに学問すべし、ケモソカ福沢諭吉。明日は右折、今日は夢、残る思いをいかにせ、西洋音楽家滝廉太郎。私はただ私として生きていきたいと思うのです。日本初の歌う女優松井すま子。この世滅び去る限り我が死は人の命となりぬべきな。女流小説家樋口一葉。世は我が文をもって百代の土地に伝えんと欲すると野心家なり、国民作家夏目漱石。夢花開け明治偉人隊。てんぴょん。そこで立ち上がるグレイテストマン、この国を守れ、世界と肩を並べ、古い衣を脱ぎ捨てて、生きるために変われ、飲み込まれる前に変われ、愛する人のために変わり続けろ。最後は皆様と一緒にハイパーグー、こうさしてどんどんどん。もっともっと強く世界を勝ち乱せ、君は黒猫。
過去を振り切り未来を切り開き方向に振って存在を晒せ湧き上がるいやらしいも胸をつく人さも燃やし尽くし踊れ1曲目はザ・グレーテストマン、2曲目はブラックキャットでした。ありがとうございました。さてさて、はい、改めまして博物館明治村より参りました明治偉人隊と申します。皆様楽しんでますか、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。この中で明治偉人隊初めましての方いらっしゃいますか。ありがとうございます。今日は楽しんでいきましょう、ね、さて我々明治偉人隊は令和元年5月に結成されました博物館明治村公式のおもてなし隊でございます。令和への改元に伴い我々の生きた明治という時代がまた一つ過去のものとなってしまいました。この明治時代の魅力価値をより多くの方々に伝えるべくおもてなし活動を行っております。本日は手羽先サミットともに楽しんでまいりましょう。はい、よろしくお願いいたします。決して隣のコスプレサミットから来たわけではございませんので、全然違う、全然違う、はい、もう道行くたびに何のコスプレですかって、うん、違います、はい、公式おもてなし隊です、はい、の衣装です、よろしくお願いいたします。さあ、なんかすごく先ほどからいい匂いしますけど、ね、お腹すぎましたわ、はい、我々、まあ、手羽先の公式サポーターということで、はい、レンタローとか何か気になる。そうですね、僕は大分で育ったんですけれども、うん、この大分県からいらしている手羽先のお店がたくさんあったので少しそれも見てみたいなと思っております。なるほどな、スマホとかはなんか、ね、まあ、愛知だとか三重だとか大分いろいろございますけれども、うん、一番遠いところだと北海道じゃない、うん、北海道、北海道の手羽先もありますからね、皆様ぜひ食べてみて。あ、食べたいな、お腹空いてきたな、お腹空いてきたな。一応なんかあるか、一応塩ですね。塩だけか。違う。塩だけ。塩分大切ですけども、うん、じゃあタレがやはり基本じゃないですか。うん、その中でタレを食べ続けるとちょっとさっぱりしたの食べたくなるじゃないですか。だからタレも楽しんで塩も楽しんでということでね、塩の手羽先が。塩の手羽先。確かに。食べる人じゃないんですよ。ただ塩を食べに来た人ではない。お家でできる。そうだな、ここに来なくてもな。確かに確かに。塩手羽先。ゆきつ先生はもうなんかあれが食べたいって言ってましたけど。ああ、そうだ、もう私といえば、はい、塩むすび。塩むすび。塩むすび。手羽先関係ないじゃない。手羽先関係ない。あちらにね、塩むすびのお店、創業100年米屋名勝さんがあるんだけども、はい、やはり手羽先と塩むすびって一番合う。だから
そう塩結びを食べたい、はい、なるほどね、はい、なるほどね確かにいいですね塩結びも、まあ、同時開催で愛知飯も行っておりますので愛知飯もあります。愛知飯も食べてみて、うん、ならまあこのステージが終わったらみんなで食べに行きましょう。はい、行きましょう。皆さんもぜひ食べてください。はい、さあということでもう次の曲いっちゃってもいいのかな。はい、よしじゃあ行こうか。はい、では次の曲に参ろう。うん、次の曲は恋するフリーダム夢見るリバティだ。フリーダムとリバティは日本語に訳すと共に自由と表す。フリーダム与えられた自由、リバティ勝ち取る自由、この2つの自由の意味が次の曲に込められておる。ぜひ歌詞にも注目して聴いてくれ。それでは聴いてくれ。恋するフリーダム夢見るリバティ。恋するフリーダム夢見るリバティ、新しいものに出会い続ける、素敵。花が咲いてまた世界が彩りを取り戻す。異国の空から来た風が頬を撫で飛んでゆく。過ぎ去った時を懐かしく思うたび、共に今が愛おしく微笑む。恋する君が夢見るいわき、新しいものに出会い続ける、素敵。君と二人いつも寄り添い歩いてく、この道をいつか歴史になる。また未来が賑やかに笑い出す。誰かが歩いてきた道を明日も踏みしめる。つまずいた時や先に迷ったら思い出して、たくましい時代を。恋するフリーダム夢見るリバティ、新しいものに出会い続ける、素敵。誰とも違う自分の道歩いてく、その姿はいつか歴史になる。
ありがとうございました。恋するフリーダム、夢見るリバティでした。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。さあ、もう早いもので次が最後の曲となります。早いわね、うん、早いな。ありがとう、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 中途半端な絵ありがとう。じゃあもう少し押して2時間ぐらいやりますか。うん、それはやめとこう。ありがとう。意外に大好評。意外に多い。ありがとう。責任取ってくださいよ。すまん。すまんで済むのか。よし、じゃあ行こうか。はい、行きましょう。それでは聴いていただきましょう。明治維新隊のテーマ、メイクアニューヒストリー。時代の扉がそして開いて、あなたに会いに行こう。ございました。明治維新隊のテーマ、メイクアニューヒストリーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、ここからは我々からお知らせだ。はい、これにて我々の公演は終了となるが、この後こちらにて我々の特製商品の
販売会を行います、うん、なんと外部公演にて新グッズということで、はい、オリジナルタオル、そして手ぬぐい、ブロマイドを販売いたします、うん、そして今回特別に明治東京廉価とコラボをした我々のクリアファイルがあるのだが、はい、うん、そちらをサイン入りでお渡しいたします、うん、はい、ありがとうございます。ぜひ気になる方、我々にまたお会いしたい方、そちらでお待ちしております、うん、はい、はい、よろしくお願いいたします、はい、さあそして今明治村では宵の明治村というものを開催しております、うんうん、金魚の展示だったり謎解きだったり花火も打ち上がりますのでね、開村時間21時までやっております。詳しくは、うん、ホームページの SNS 見ていただけると嬉しいございます、うん、お願いいたします、はい、いたします。我々のツイッターやインスタグラムをやっておりますので、こちらのフォローもよろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。じゃあもう最後にギュッと集まってみんなに写真を撮ってもらうか、はい、皆様写真機のご準備をお願いいたします。こちらからザザッと目線を流していきますね、はい、手羽先ポーズというものがあるので、手羽先ポーズ、こちらで、あ、手羽先でな、参ります。はい、はい、メイジ、はい、はい、ではこちらから葵ちゃんにも届くようにな、うん、はい、やめてくれ、はい、誰が言いました今、ん、あ、大輔殿、大輔殿、違いますよ、違いますよ、入ってきた、手羽先、手羽先、皆さんに届けたら、滝蓮太郎、滝蓮太郎、はい、福沢口、うるさいな、虹かな、様をつけなさい、しかも参加様、はい、ありがとうございます。あれ、明治変人体じゃないですか、大丈夫ですか、あ、異人体です、もう来ないでください、早いぞ、落ち着こう、もうすぐ終わるから、ちょっとさてさて、はい、予期せぬ事態もございましたが、はい、皆様このステージ楽しんでいただけましたでしょうか。ありがとうございます。ありがとうございます。我々はまたいつでも博物館明治村で皆様のお越しをお待ちしております。本日はお集まりいただきまして誠にありがとうございました。それでは最後は我々の名乗りで締めよう。啓蒙奏家福沢諭吉、西洋音楽家滝蓮太郎、日本初の歌う女優松井須磨子、女流小説家樋口一葉、国民作家夏目漱石、夢花開け明治偉人隊。ありがとうございました。ありがとう、ありがとうございました。ありがとうございました。明治神社の皆さん、ありがとうございました。福沢諭吉様、ね、夏目漱石様、はい、ね、滝蓮太郎様、はい、樋口一葉様、松井須磨子様、ありがとうございました。ありがとうございました。さあこの後まだまだね、あ、別班コーナーの方でありますから、ぜひともお立ち寄りください。よろしくお願いいたします。お願いいたします。いやー、よかったね、葵ちゃん。はい、もうおしゃべり、お話の仕方もすごくかっこよかって、うん、もうキュンキュンしてました、横で。だからね、あの明治村にはもう欠かせない存在になりました。はい、なのでね、8月の花火もね、はい、イベントとかありますから、こちらの方にもぜひとも皆さんお立ち寄りください。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。